金ってどれぐらいもらうのかと。お金、はい、いやでも先に聞きたいですね、僕はサッカー選手のお金事情はやっぱり先にちょっと聞いてから、ちょっと卓球選手いきたいですね。億を超える選手も J リーグで、 J リーグででもそんな結構いるんですか。15人ぐらいがいるかいないかぐらい。サッカー選手って5000万から1億ぐらいの選手ってどれぐらいいますか。はい、ああそうですね、それは意外と多いかもしれないです。あ、結構多いんですね。はい、まあでも確かにそうです。海外だともうその2倍ぐらい違うんで、やっぱ海外にやっぱ行った方がいいなっていうのはありますね。最低そのチームの中の最低でも1億はもらってるっていうチームばっかりなんで。そうですね。大久保さんは海外では。いや結構もらいましたね。もらいました。